エンリケ・ペーニャ・ニエトはメキシコの政治家。第57代のメキシコ合衆国大統領を務めた。日本のメディアではエンリケ・ペーニャ・ニエトとされることが多いほか、外務省はエンリケ・ペーニャ・ニエトという表記を採用している。メキシコ州アトラコムルコ出身。宗教はカトリック。出身校はパンアメリカン大学。 2005年9月16日から2011年9月15日までの6年間、メキコ州の知事を務めた後、2012年12月1日にメキシコ合衆国大統領に就任した。これにより、ペーニャ・ニエトの所属する制度的革命党は12年ぶりに政権を取り戻した。彼は、不正が行われたと非難された2012年、メキシコ大統領選挙が、 連邦選挙管理委員会によって有効と宣言された後次期大統領として発表された。2012年12月1日に彼はフェリペカルデロン大統領から政権を引き継ぎ、71年間に渡り、メキシコを支配してきた PRI の統制を回復させた。2011年9月に大統領選への出馬を表明し、その4日後に知事を辞職した。 同年の11月に正式に候補者の登録をした。ペーニャにエトの大統領選における得票率は38%で、立法府では過半数を持っていないものの、12年ぶりの PRI の大統領となった。PRI は2000年に国民行動党に敗れるまでの71年間、一貫してメキシコを統治してきた政党であった。しかし、 PRI の政権復帰を望まない国民も存在した。メキシコ各地でペーニャ・ニエト政権に対する数千人規模のデモ行進が行われ、特に除草医132と呼ばれる学生運動では選挙の不正とメディアの変更報道に関する疑惑が追求された。PRI 政権時代の同等が汚職や抑圧、経済政策の失敗と不正選挙の象徴と、 なっていたために抗議した人々もいた。そうした過去への回帰を意味するのではないかと、都市部を中心に多くのメキシコ人が危惧したのであった。これに対して、ペーニャニエとは、そのような疑念を否定し、政府を民主的かつ近代的で、批判に対して開かれたものにすると公約した。彼はまた麻薬戦争の継続や、犯罪者と協定を結ばないことを誓った。パン政権では、 与党が議会で多数派を占めていなかったため、改革を断行することができなかった。PRI は政権与党としての豊富な経験を訴え、有権者に十分な説得力を与えた。選挙期間中の世論調査で、ペーニャにエトは後半な支持を維持した。彼はメキシコ経済の活性化、民間部門との競争力を向上させるための、 国営石油会社ペメックスの完全民営化の認可、さらに6年間に5万5千人以上の死者を出した麻薬に関する暴力の減少を公約に掲げた。ペーニャニエとは、メキシコ式シとケレタローを結ぶメキシコ発の高速鉄道を建設するインフラ整備も公約に掲げ、2014年に中国鉄拳と 中国南社とメキシコ企業で構成されたコンソーシアムが受注するも、そのうちのメキシコ企業から大統領が献金を受けて、大統領夫人が邸宅を購入したとする汚職疑惑が持ち上がり、ペーニャニエとは計画を無期限延期して中華人民共和国の企業に賠償金を支払うことになった。在任中にはメキシコ麻薬戦争最大の 大量殺人とされる2014年メキシコイグアラシ、学生集団失踪事件も起き、国際的な批判にさらされた。また、米国、メキシコカナダ協定に署名した。ペーニャ・ニエトの父ヒルベルト・エンリケ・ペーニャ・デル・マソは、電気技術者、母、マリア・デル・ペルペトをそこロうフェリア・ニエト・サンチェスは、学校教師。2007年に、前妻モニカ・ピレテリーにサイエンスが休止したが、 2010年に女優のアンヘリ・カリベラと再婚し、2019年に離婚した。前妻との間に3人の子を設けているほか、愛人との間に作った2人の婚外子がいる。衆議院副議長、赤松博隆及び議長をいぶき文明と2013年4月に来日している。ありがとうございます。